自由をその勝利を約束しよう、覚悟決めて星燃やせ、スーパードラゴンボールヒーロー。時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす、歪みを生み出す、無臭だらけの制約が変える世界もろとも描いた夢に近づいてるかい、君が決めたその限界をぶち壊せ、自由をスーパードラゴンボールヒーロー、掴み取ろうぜ自由を。スーパーサイヤ人ロゼ VS 身勝手の極意、惑星激震の大決闘。貴様、カカロットを放て。俺の未来は冬から聞いた。この体には限界が来ると。では貴様は禅王に消される前の時間から来たんだな。故に時を超え歴史を渡り、俺はそれぞれの孫悟空と戦うことでこの体を馴染ませていったんだ。この戦いで100人目、今や完全にこの体は我がものとなった。その力まだ使いこなせてはいないようだ。故郷と共に滅びるがいい、サイヤ人。何？あ、この熱気は！
お前がまだ強くなるというのなら、俺もまだ進化できる。なぜなら、この俺も孫悟空だからな。生き延びてみろ、孫悟空。あの野郎。カンバ、お前にはまだ俺の理想に協力してもらうからな。カカロット、早くしろ、間に合わんぞ。俺の気を探れねえんだ。さあ終わりだ。星の終わりはいつの世も美しい。無様だな、孫悟空。貴様、なぜ？またか。され、死者め。サイヤ人をなめるな。離れ。またも死者が紛れ込むと、魔人どもも余計なことを。そいつと同じだ。なるほど、君も魔人の協力者というわけだ。死者が地獄から一時這い出てきたに過ぎない。俺たちを助けたのはなぜだ。やるってんなら。まあそう焦るな。俺の話を聞け。